確かに。医務室？このエレフォンのこのなんだ、作りがまだよく分かってないんだけど、医務室ってどこだ？出てね。あ、あれか。こんにちは。一人だけか。ホルト。おい、大丈夫か？ノマド、誰が助かった？お前は休んでろ。俺が何とかする。このスーパーヒーローめ。かっこいい。ほら、このスーパーパワーを。ミダスがいない。だがウィーバーは。お前は休んで任せておけ。ワスプは。まあ、通信封鎖で船との連絡が取れない。シュルツに話してみる。船がいる。あの大男なら持ってそうだ。心配するな。すぐ戻るから。行け。ドローンもらった？スーパーパワーは。ああ、スーパーパワーだろうとなんだろうと、ドローンくれたらこっちのもんだよ。あ、いろいろもらったな。ドローンありんけど。ブリーチトーチ。あ、ドローンだ。あ、金ももらったのかな、多分これ。スキルももらった。10ポイントって割ともらったな。で、何、10ポイントで1個しか上げれなかったら悲しいけど。あ、この辺は調整を。アサルト設計図。はいはいはい。この辺覚えるのが時間かかりそう。あ、これがスキルだ。シャープシューター、パンサー、アサルト、フィールドメディック、フィールドメディック取っとこう。これ我々には一番必要になりそうだわ。ね、回復ないと。この辺はもう片っ端から取っちゃおう。クラスいいのって、これ4つのクラスから今好きなの選べってことなんじゃない？そうだね。俺はフィールドメディックになったから、あなたはどれか、フィールドメディック以外で好きなものをどうぞ。キルすると体力が回復ってめっちゃ強そうなの書いてるけど、アサルト。ナイトビジョンがデフォルトじゃない。これ取得しとこう。アサルト、ショットガンにボーナス。パラシュートもスキル扱いだ。取得しないと。ナス。あ、そうなんだ。あ、安易に飛び降りれないじゃん。あ、偵察大事。偵察もう全部いただき。よし。シャープシュート、乗り物破壊すごい強そうだ。うん、ホームステッターの起源についてエレフォンにいるマッツ・シュルツに尋ねる。あ、このおじさんね。こんにちは。よいしょ。ノマド、元気だったか？快適な家が恋しいが、出た。まあ悪くムービー入ったこれ。ない。快適すぎる家も考えものだな。ところで、少し個人的な悩みがあるんだ。あんたの力を借りたい。なあ、何なんだ。ハワード港で古いドクダクがいくつか見つかったらしくてな。見つけたやつは森の中の白骨化した遺体が持ってたって言うんだわ。そばには吹き飛ばされた古いトラックがあった。さすがに遺体はそのままにしたらしいが、俺はそれが冷戦時代の俺の仲間の狩るじゃないかと思ってる。
カルはいい兵士で、それ以上にいい友人だった。命だって何度も助けられた。しばらく連絡も取っていなかったんだが、一体何があったのかを知りたい。任せろ。お互い仲間は多く失った。確認してみよう。グローブ水系のすぐ北を探してみてくれ。難しくはないはずだ。シンキングカントリー地方のゴードンデイチの近くだ。了解。サブ任務だね。あ、そう。あ、というかメインミッションのお話も聞かないと。これ仲間はどうだ。ああ、おかげさまでな。ところで大川中佐を知ってるか。ウルブズって連中と一緒にいる男だな。スケルテックの軍事顧問だった。特殊部隊仲間かだろ。ああ、共に戦った。神妙な面持ちだな。何かいい案でも。この島から出る手段はあるが、俺たちのような一般人は全員見捨ててか。オークランドなら2000キロ先だぞ。逃げるにしては随分遠いと思うがな。逃げるつもりはない。数十キロ先の沖に軍艦ワスプが停泊してる。そこまで行けば救援を連れてこれる。ワスプだと。水兵どもが島に上陸するのは気が乗らんがな。ジャーヘッドも数人乗っていた。なあ、それなら。なあ、正直に言う。俺たちじゃ特殊部隊の相手にならない。ホームステッダーの仲間とスケルの社員数人が船を使って島を離れたがっている。ワスプで保護してくれないか。問題ない。よし、船の場所を教えよう。現状ホームステッダーの人々と、あとウルフルズと、あとゴースト、うん、なわけだ。そっち早いな。はい。3秒ぐらい遅いよ、マジ。いろいろ発生してるね。エレホンを出る。まあ、ここが主要拠点ってことでいいんだろうね。とりあえずここから出ようか。あ、出る。なんでそっちの方がレベル高いんだよ。さあ。あんまり働いてないからじゃないの。はあ。集めた素材を使うことで様々なアイテムを作成できる。へえ、ワイルドランズの時はもう、ある地点に行けばもうそこになんかアタッチメントが無造作にもうあったね。あったけど、今回は素材から集めろってわけだ。はあ、作れと。作れっちゅうこった。へえ、武器解体とかあったしね、なんかクラフト要素もある。メインミッションか。ちょっとメインミッションの前に
せっかく今ドッグタグのお話聞いちゃったから、再度でもやってみるか。消耗だけで。ところでさ、パラシュートのパークは取ったかい？ No。 No？ そんなバカな。パラシュート取得してないならヘリ乗っていけないな。ちゃんと着陸しりゃいいんだけどね。何その墜落する前提。じゃあ行くぞ。こんな早々にヘリ乗れちゃうわけだ。よいしょ。俺はちゃんとパラシュート効果っていう案内が出てるけど、あなたは多分死んじゃうんだよな、それやったら。待って。ん？お前どこ座ってんだよマジで。え見えない。いや、これね、うん、俺録画してるから後で分かると思うけど、お前空中に座ってマジで。それ楽しみだな。敵はいないよな。パック語り。そうそう、ワイルドランズの時はあのパック語りっていう人がいたじゃない。何かといろんなものをね、いたね。要請してはすぐ出してくれ、たまにはちょっとプレイヤーから離れた場所に出したりもするけど、要請したものは大体すぐに出してくれて、しまいには首チョンパされてるっていう、エルスエニアに。懐かしいな。ちょっと目的地行く前にさ、このなんか謎の建物を見たいな。何やこれ、豆腐ハウスちょっと進化してみたいな。でっけえ車。おお、自動ドアじゃん。びっくりした。情報収集。あれもうボロッボロだけど。情報？あ、アタッチメントとか調査とか。ああ、はいはいはい、有益な情報。待って、てんてんてんとか言ってるよ。ん？ヘリ。ちょっと待って。あ、これね、ダッシュしながらしゃがみボタンで、あの滑り込みほふくみたいな。マジ？状態になるね。シフト押しんでさ、ダッシュしながらコントロールと小指で同乗することになるけど。今作でもさ、なんか強強スナイパーを手に入れないとさ、ヘリから襲われた時にね、パーンってやって、あー落とせない。だな、なんかスナイパーでパーンってやってたわ、確かに。あ、アーマーだ。アーマー、アーマー手に入った、着替えよう。アーマー手に入った、何も見てなかった。ブラックホークストライクベスト。へえ。え、1から一気に11だけど、これラッキー。まあね、ステルスやるならね、防具が何だろうと関係ないけどね。全部取れる。さて。じゃあ、ドッグタグを探しに行こうか。敵はいるのかな？今、ドローンどっから出すんだろう、これ。あ、違う、サプレッサー取っちゃダメ。ドローン。あ、来た。十字キー上。十字キー上。ナイス。はい。知りません。お前もキーボードでやりゃ。嫌です。敵いなさそう。から見るもんね。はい。めっちゃある。ドローン。借りづら。X か。あ、今なんか変なの押しちゃったな。あ、こんな短い距離でもトラックが欲しくなる。パック語り。パック語り。あ、いいのか、これで。よし。
お、新しい武器だ。 ASR、 あー、白骨死体がある。あ、それか。あった。めっちゃ普通にあったけど、新しい手がかり。台風403のバッジ、ロシア製のタバコの箱。シュルツは冷戦中に姿を消した友人のカルムテッドワにつながる手がかりを発見したと確信している。はい。ああ、俺まだ水筒持ってねえじゃん。回収はしたから、うん、これでエレフォンに帰ればいいんだろうけど、まあまあその度に帰ってたらめんどくさいから。メインをやっていこうか。これ過去の亡霊ってか、俺が持ってないのか。うん、あのそこに白骨の死体が、あ、これだ。あ、開いてくるね。あ、それはね、武器が手に入る。この武器に切り替えようかな。 ASR、 あ、 ASR 持ってるじゃん、もう。あれ、ああ、こっちの方がいいのかな。白骨死体はもう見たことになってる。なんでクリアになるの。あ、あのあれだ、エレホムにちゃんと知らせてからがクリアになるんだわ。今あのトラッキングするクエストを変えたから。ああ、そういうこと。こっちに参加してちょうだい。はい、はい、じゃあヘリ戻りましょう。今さ、池があったからさ、水を取ろうとしたけどダメですって言われたんだよね。水筒持ってないもん。なんでお前は生きるために必要なものを用意せずに確保取得してしまうんだ。いや、それはちょっとなんか強そうなパック取りたくなっちゃう。はあ、強そう。いやー、これワイルドランズはね、なんか適当にヘリ飛ばしてたらね、サムが飛んできたりしたけどここはまだ安心できそうだ。この辺まだ安全だ。あ、間違った、反対だ。何してんの。またヘリダットみたいなの出てくるんですかね。ヘリダット、もう、もう来ないでくれ。いや、どうせボーンだから。うん、そうだよ、最強のスナイパーが手に入れば。最強のスナイパー、あそこまで出てこられるとめんどくさい。ヘリ押っせー。おっと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 、敵のマーク。おお、よいしょ。こんなとこ普通見つかるけど。何も遮蔽物ないもん。なんてよ、のどかな海辺だわ。ちょっとドローン出してみよう。ドローン、ああ、いらっしゃる。で、これは上下移動、シフトコントロールで上下移動。なんて操作性だ。知りません。これサプレッサー、あ、サプレッサーついてる。ビジョン、お、待って待って、なんか車走ってるけど何あれ。あ、バレないように、多分敵さんだ。ああ、はい、なるほど。危ない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 。あ、違う、飛行機。飛行機、飛行機。何何何それ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 。え、なんか飛んできてる。じゃジャミングされてる。あ、え、何何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 何。おお、ちょっと待って。何、ちょ、重たいけど、めっちゃ重いけど。おお、やばいやばいやばい。おお、ちょっと待って。嘘でしょ。なんかドローン。やば、びっくりした。あの飛行機は何。あー、危ない。飛行機よくわかんない。何これ、ドローン。待って、死ぬ死ぬ死ぬ。早かったな戦士。
ちょうどいいから再起動していい。はい、どうぞ。びっくりしょ。じゃああの人たち今回で言うユニダット的存在よりももっと脅威かもしんないな。あら、結局ウルカス。いやにしてもさっきみたい。わ、またトラック来た。はっ、伏せろ。道路には極力近づかない方がいいかもね。普通になんか走ってくるもんね。うん、あ、目的地行きましょう。はい、ちょっと俺目が腐ったわ。大丈夫。はい、私はもう交戦できますが、やっちゃいます。ハテナマーク奥に何かいる。あれ、まだいた。はい、素晴らしい。お、スコーピオ SNR、 新しい武器だ。ちょっと死体が邪魔くさくて。兵してるな。おお。あ？お？何をして。待て。また飛行機だ。え、マジ？へ、あれ。今更だけどビッグボーイさんのキャラトークみたい。確かに。これあいつらも戦うしかねえじゃん。何これ？ドローンみたいのが来てる。しかもあいつらめっちゃ硬いし。ターゲット破壊されそうと思って。あかん。まずドローンを破壊しないと。ああ。ゲイ。一個壊し。あれ、ウルフさんたち、あ、死んでる。倒してよ。厄介だな。俺唐突に来るね。うん。あの、めんどくさいなあれ。ああ、いろいろ素材持ってる。それ戦わず逃げるのが大切かい。あ、そうなんだ。逃げれるのか。逃げれるのかな。結構ドローンだったよ。うん、待って、俺治療するわ。船は抱かれて敵が到着するまでの間に逃げると敵が出現しなくなる。へえ。あ、でも敵来る前に逃げると。なるほどね。スナイパーを手にし、あの飛行機をぶっ飛ばすっていう方法は。ちょっと軽く撃ってみたけど、あれでまっすぐ飛ばなかったから。あ、そっか。あ、間違った。この人らは敵じゃないね。仲間。こんにちは、モヒカンです。モヒカンです。敵じゃない。無限じゃないの。マズの仲間。自分は何回でも使えたけど。私はスケルテックのあそこの社員。マズは友人だ。センティネルがおかしくなった頃に助けてもらった。あ、なぜここへ。俺は数十キロ先の軍艦からヘリでこの島に来たんだ。このボートを軍艦まで送りたい。援軍と共に戻る。確かにボートでオークランドを目指すより良さそうだ。ヘリはどうしたの。まだ調べてる。置いてきたの。モーリス・フォックスだ。この子は娘のハーモニー。よろしくな。俺はノマド。別の兵士にもあった。名前は確かヒル。ジョサイア・ヒル。あいつが。いや、彼はセンティネルから逃げる手助けをしてくれたんだ。だけど途中で怪我をしてしまって、それで漁業小屋のあたりで別れてしまったんだ。その場所なら多分わかる。島に戻ったら迎えに行く。ブレイクポイント楽しみ。ここだけ。
あれ何？ドローン無限か。敵兵だ。みんな隠れろ。て敵？トラック来た、トラック。遮蔽物に入れ。あ？俺はもういい。そうにか。わあ。中央隊恐怖症だからきつい。敵敵敵。敵？敵。全員やった。まだ来てる、まだ来てる。あ、全員やってねえじゃねえかも。まだ来てるぞ。戦え。はい。キュウリを出さねえぞ。ああ。後で聞こしよう。しゃがむかもしんねえ。はい。はい。OK。あ、ウルフさんじゃなければ楽勝だね。もうこんな。こんな。ただの歩兵ごとき。カカシですな。カカシです。大丈夫？あ、またムビ？何事だ？ちょっと待って。そんな。みんなが。今のは。新しい警備プログラムだと思う。ああ、なんてこった。おそらく、さっきのが動いている限り、島に入ることも出ることもできないんだ。ならヘリが落ちた元凶はあれか。もう帰りたい。パパもだ。いいか。あんたみんなをまとめて。ここを離れろ。何？救援は来ないし、救急車だって来やしない。逃げろ、エレホンに行け。君は？俺はヒルを探す。その漁業小屋はちょうど合流地点だ。他の兵もいそうだ。わかった。ずいぶんと近未来兵器じゃない？あれね、なんか襲われてたけど、ああいう兵器のせいで島から出れないって、はあ、近未来風の彼岸島かな。彼岸島わかんない。